自分で簡単本格ガラスコーティングシラザン50。さあ今日はベントレー弁定がアズール試乗編ということで行ってみたいと思います。ラブカス TV 川口学です。先日は内外装チェックをお届けしましたけれども、この豪華なですねため息の漏れる SUV でございますけれども、果たして走りの方はいかにということですね。まあ、以前にですねお届けした時にハイブリッドモデルはお届けしたと思いますけれども、今回はですねピュアな V8 のですねツインターボモデルということで行ってみたいと思います。単なる高級車とは違うぞっていうスポーティーテイストを味わいながら、さあ走り出しましたけれども、いやーいいですね。なんか流れる時間がここだけ違うかのような、そんなゆとりあふれる静けさと心地よさと、そんな感じのですね空間がひたひたと移動しているなという印象でございます。まあ今日はですねこのベンテーガのアズールの他にレクサスの RX350H ですね、これも乗ったんですけれども、その後に今乗ってますけれども、まあレクサス相当静かでしたけれども、こちらのですねベンテーガもやっぱり相当に静かで、まあ、高級車だなっていうのはもうありますし、やっぱりレクサスと違うのは目の前に広がるこのきらびやかな加色のですね入ったインテリア、これでだいぶ雰囲気が違うので、静かな空間にこの見た目のインテリアが来るので、もう相当にゴージャスというふうに尽きる空間になっております。でこのベンテーガのアズールですけれども、4リッターの V8 のツインターボエンジンを搭載しているということになります。最高出力は550馬力、最大トルクは770ニュートン、これ発生して2470キロのボディをですね8速 AT を介した4駆でですね引っ張ってくれるということで、0100キロ加速 4.5 秒というですね、実に5秒を切る瞬速モデルということになるわけですね。まあ、先日お届けしたハイブリッドモデルも新たな時代の高級車のそんなですね印象を与えてくれるものでしたけれども、やっぱりピュアなこの V8 のモデルというのも魅力は尽きないなというところでございます。で今モードはですね B ですね、ベントレーモードで、走っているということで、もうこれでですね本当に十分というか最適化されてますので、ひとたび踏み込めばしっかりとスポーティーにもなりますし、ゆるゆると走っていればコンフォートな感覚も生んでくれますしという、そんなですねモードになっております。で走り出してすぐ感じるのは非常に滑らかで静かで、もう本当にいかにもザ・高級車っていう室内空間が広がってるわけですけれども、ステアリングのですね感触とか足回りからですね入力にやっぱりどこかスポーティーな感覚が残ってるなということを感じるわけですね。ここが大きな違いで、まあこの辺りがもともとベントレースポーツカーブランドである、そんなゆえんでもあるのかなというところですよね。ではちょっとダッシュを見てみたいと思います。0100キロ加速 4.5 秒いかなるものか、レディーセットゴー。おーおー、すごいですね、この巨体がぐぐっとフロントを持ち上げて加速していきます。しかもペースが上がるとなおスポーティーな印象ですね。まあ、22インチサイズのサイエンドアルミホイールを履いてますので、そのなんかこうスポーティーな感触というのもありますけれども、思った以上にですねスポーティーな感覚があるなというのが第一印象として挙げられますね。非常にスポーティーな感覚を持っています。ただ高級なだけではなくて、このダイレクト感とかですね、そういった部分があるのがポイントということで、アスリート的なですね感覚があるのが、まあ、他のベントレーもそうですけれども、ベントレーの特徴、それをですねしっかりと実現しているということですね。なのでサスペンションのストローク感とかそういったところは明らかにあるんですけれども、ただただ柔らかいだけではないよというところがですね表現されている、そんな乗り味走り味が特徴と言える部分ですね。ちなみに、まあ、スポーツモードにも一応してみようと思いますけれども、あ、スポーツモードにするとよりゴツゴツした感触が生まれてきて、相当にですねスポーティーな感覚になりますね。 B モードよりも当然スポーティーな、そんなですねダイレクト感を生む乗り味走り味になっているというところですね。まあ、この辺りはかなりねダイレクト感あふれる印象ですね。さあもう一度ダッシュしてみたいと思います。レディーセット、すごい、エンジンの切れ味の良さよ。
そしてしなやかなのにピタリと決まるこのコーナリングよ、ということでいいですね。やっぱりベントレーはねスポーツカーブランドですからね、そのあたりがちゃんと感じられる、そんなですねラグジュアリースポーツになっている、 SUV になってもそのあたりはやっぱり変わらないですね。そしてこの汐留の横のですね、はい、KK 線のジョイント、これもですね軽くいなす感じがあっていいですね。でコーナリングもですね柔らかい感じなので、もっとロールするかなと思いきやひたっとですね押さえがうまく効いているところがあって、これがですねまたいい味出してるなと思える、そんな要素になっております。本当にだから見た目はかなりやっぱりサイズも大きいですし、めちゃめちゃエレガントなので、おそらくその走っているイメージはね、しずしずとゆったりと穏やかにスーッと走っていくみたいなですねイメージがあると思いますけれども、実際に運転するともうボディサイズが二回りぐらい小さくなったかのような印象とですね、本当にこうピタッとしたですね感覚が生まれてくるという、そんな一台になっております。そこがですね驚きの部分ですし、ちょっとねこれはおおと思わせる部分でもあるわけですよね。なのでこの KK 線のですね90度コーナーなんかも入っていきますと、ブレーキ踏むとスーッと姿勢が抑えられて、コーナリングもピタッとしていく、そんな気持ちよさにあふれているというところですね。そしてこの高速の S 字なんかもですねピタッとした感じが持続するものになっております。なのでね想像以上にキビキビ感あふれる走りなんですよねこれね。そこがね面白いところだなという部分ですね。まああとは2470キロというですね重さ、これもほとんど感じることなく走ってるなという印象を受けますね。まあそのくらいですねこの V8 のですねトルクがしっかりとあるなという感じですよね。それとまあ高速首都高をずっと走ってるわけですけれども、まあ皆さんにもですね聞こえてないと思いますが、ロードノイズがほとんどないというところがミソでございます。これもすごいところでね、延々話してますし、モードも切り替えて加速なんかもしてますけれども、ロードノイズは全然聞こえてこないでしょうね。そこがすごいところでもあるなという部分で、このレベルの高さよというふうに感じる、まあこのあたりは本当のお見事という感じですよね。なので今こうして渋滞にはまっているとですね、なんか本当に世間と隔絶された空間にいるぞっていう感覚がものすごく強く感じられる、そんな状態でございます。さあそして今一般道に再び降りてきましたけれども、あーなんかそうか、ちょっと久しぶりにベンテイガ乗りましたけれども、今までよりもイメージ変わったかなっていう部分はありますね。というのも今まではどちらかというと、もっとなんかイメージ的にラグジュアリーかなーと思ってたんですけど、意外やねスポーティーなところが結構あるなというところで、そこがねすごく感じる部分ですし、やなんか単なる高級車とは違うぞっていう、その証になってるのがこのテイストなんだろうなっていうことをね、今回ねなんか普段よりも強く感じるところですよね。やっぱりレースで名を馳せたその伝統みたいなものがあるブランドらしい味付けは今もなおですね健在なんだなっていうところをね感じますよね。まあ今のベントレーといえばもうスポーツカーメーカーっていうイメージよりもむしろ高級ブランドっていうイメージの方が強いと思うので、まあ、そして見た目もですね優雅なですね見た目を持ってますし、どちらかというとやっぱそういう認識の方が強いと思いますけれども、やはりでもその他の高級とは何が違うのよっていうところで見た時には、そのスポーティーな味わい、ここがですねちゃんと基礎になってるなっていうことを感じますね。それが改めてのこの印象というか感じた部分ですね。なのでそれをなんか踏まえて乗るとよりスポーティーな感じにもなるし、本当にキビキビと実は走る車になってるなっていうことも理解できると
という部分ですよね。かなり優雅な感じの絵面かもしれないですけれども、乗ってる僕としてはですね、相当にこのスポーティーテイストを味わいながら乗ってますよという、そんなですね感覚でございます。ただ一方でこうして乗ってると街中の低速域、特にこういったシーンにおいてはエレガントな部分もあるので、まあちょっとこう覚醒の感ある、そんな静謐な空間を味わうための一面も持ってるぞということで、だそういうなんか二面性がねありますよね。なのでドライバーの意思とかそのあたりによってそのキャラがこう可変するような、そんなイメージを持ってるのがベントレーの、ベントレーたるゆえんなんだろうなということを改めて知らされる思いであります。まあ、やっぱり3000万級の SUV ということになると当然高級とかですね、上質とかそういう部分においてかなり満足できる内容を持っているのは間違いないですし、それに加えてですね、プラスアルファのこの魅力、スポーティーさ以外にキビキビと走る感覚、そういったものまで合わせ持っているというのがこのベンテーガでした。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカス TV で取り上げてほしい車、企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価、いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカス TV 川口学でした。